人生がうまくいかなくてくすぶっている人ってチャレンジするのが怖いので、あえてこう自分が成長するような行動が取れない、その行動が伴っていないっていう人がすごく多いんですね。まあ、なのでやっぱりチャレンジなくして人生の発展はないと確信しているんですけれども、皆さんこんにちは、スピリチュアリッチ三輪です。今日もありがとうございます。明日6月10日は今年最後の一粒万倍日と転写日が重なる大開運日がやってきます。そう、転写日は年に 5,6 回来るんですけれども、この一粒万倍日とも重なるのは明日で今年最後、今年最大級にして最後のダブル開運日ですので、今回は絶対に見逃さないでいただきたいです。過去1年半くらいでお見せしてきたんですけれども、僕も転写日をきっかけに人生がすごく変わった一人です。もちろん人生が変わったっていうのは努力もあったんですけれども、でも転写日がなかったら、去年の1月のね、転写日がもしなかったら僕は初めの一歩を踏み出してもいなかったはずなので、もう本当に転写日様々だなと思っていますし、皆さんにもぜひ大切に過ごしていただきたいと思っています。ということで、明日の一粒万倍日と転写日のこのダブル開運日について、皆さんがさらに開運体質になるような有益な情報を今日もお伝えしていきたいと思います。今日の動画でお話したいことは4つあります。まず1つ目は、明日のこの一粒万倍日、そして転写日が重なる1日がどんな意味のある日なのか、明日1日の基本情報をお伝えしたいと思います。そして2つ目が、転写日と一粒万倍日おすすめの開運アクションのご紹介、そして3つ目に、明日6月10日ピンポイントでやっていただきたい開運アクションの特別編、そして最後4つ目は、見るだけで開運してしまうこのチャンネル恒例の遠隔参拝動画のお知らせをしたいと思います。ぜひ今日も最後までご覧ください。それではまずは、一粒万倍日そして転写日が重なると明日は一体どうなるのかというお話からですね。まず一粒万倍日ですが、一粒が万倍となる日と書いてある通り、たった一つの種が時間をかけていくと大きく実るという意味があります。ということは、小さな努力とか小さな一歩をこの日に踏み出すことで、後々大きな結果や成果となって帰ってくる、まあ、そんな開運日なんですね。まあ、ですので、物事をスタートするには絶好のタイミングとも言われています。これジャンルは問わず、お金、恋愛、健康といったあらゆる願いが叶いやすくなるとされていまして、昔から日本の暦では一番メジャーな開運日かもしれません。そして転写日ですね。転写日は、まあ、大体年に 5,6 回しかやってこないスーパー開運日とも言われているんですけれども、日本の暦上最も運気が強い開運日です。この一粒万倍日と転写日が重なるのは今年は3回しかやってこないというね、まあ、そういう超レアなダブル開運日なんですけれども、転写日にはですね、八百万の神々が天に昇ってこの世のすべてを許すというふうにされていまして、何事も許され、障害なく物事が円滑に、そしてスピーディーに進んでいくという意味のある日でもあります。誰でも経験あると思うんですけれども、何か達成しようと動き出したのに邪魔が入って頓挫してしまうとか、まあ、途中で物事がうまくいかなくなることって、まあ生きてればよくある話じゃないですか。で、そういう邪魔が入らない日という意味でもあるんです。そしてこの転写日のもう一つの大きな特徴は、強要素を打ち消すということかなと思います。実は明日六曜では強要素である仏滅とも重なっていまして、開運日に凶日が重なるとその分エネルギーも下がるともされているんですけれども、この転写日のすごいところは、こういった強要素をキャンセルするというところかもしれません。冒頭でも話したんですけれども、僕も去年の1月の転写日を活用することで想像以上の未来が引き寄せられてきました。明日の転写日もあなたの言動一つ一つが素晴らしい未来へとつながっていくことは間違いありませんので、ぜひ楽しみながらできる開運アクションを今からご紹介していきたいと思います。明日のダブル開運日にやるといいよと言われている開運アクションはこういったものになります。新たな事業やビジネスを立ち上げること、あとは独立すること、開業開店すること、契約すること、申し込みをすること、あとは投資、そして計画するのもいいです。例えば事業とか何か物事を発展させるための相談ですとか計画を本格的に明日から始めるというのもいいと思います。あとお財布の新調や使い始め、銀行口座の開設ですとか、クレジットカード、電子マネーの開設、あと掃除や断捨離、お引越しや新居探し、あとはお金の勉強ですね。こういったアクションが吉とされています。
また新しいことを始めるのには最適というふうにもされているので、計画してきたことをいよいよ明日からスタートさせたり、躊躇してきたことを思い切って始めてみたりだとか、諦めていたことに再チャレンジしてみたりだとか、あとは今後ね、長続きさせたい物事がある人に関しては、やっぱり明日から思い切ってスタートさせてみるのも、長期的にね、幸運を呼び込む開運アクションなんじゃないかなと思います。そして転写日の方なんですけど、転写日は結婚や婚姻に関連する物事に縁のある開運日でして、この日に結婚式を挙げるとか、入籍結納とか、あと顔合わせやプロポーズや告白、お見合いですとかマッチングアプリの登録といった、こういうパートナーシップとか恋愛に関するアクションをするにも最適な一日です。婚姻に関してはいきなり明日はさすがに唐突すぎるという人も多いと思うんですけれども、こういう開運日こそちょっとね、攻めの姿勢も大事なんじゃないかなと僕は思っていますので、好きな人にプロポーズしてみたりだとか、告白する勇気が今まで持てなかった方は、これをきっかけに明日思いを伝えてみるのもいいんじゃないかなと思います。それでは3つ目のお話に移りたいんですけど、今日の3つ目はですね、明日の6月10日のこの転写日と一粒万倍日のダブル開運日、ピンポイントでやっていただきたい3つの開運アクションについてもお話したいと思います。ということで、明日やりたいこと、1つ目は自分の成長につながるようなことや、あなたの未来がよりよく発展していくようなこと、こういったことにつながる行動をとるということです。あなたの成長につながるようなこと、またはあなたのこれからの未来がよりよく発展していくようなことですね。こういったことにつながることを明日必ず行動するということです。今まで様々な成功者と呼ばれている人たちともご縁をいただいてきましたし、反対に人生で悩んでいる、くすぶっている方々とも相当数話をしてきたんですけれども、運気がいい人はですね、必ずチャレンジ気質なんですね。反対に人生がうまくいかなくてくすぶっている人って、チャレンジするのが怖いので、あえてこう自分が成長するような行動が取れない、その行動が伴っていないっていう人がすごく多いんですね。なのでやっぱりチャレンジなくして人生の発展はないと確信しているんですけれども、この人生の進化を実現するにはチャレンジ、挑戦が必要不可欠なんですね。このことは頭で分かっている人は多いと思うんですけど、行動できないっていう人も多いと思います。でどうしてこうやって頭で分かっているのに行動できない人、チャレンジできない人が多いのかっていうとですね、行動に伴う痛みを受け入れられないからだというふうに僕は思っています。例えば挑戦したら手間をかけた割に失敗するかもしれないし、恥をかくかもしれないし、損するかもしれないし、その他面倒くさいことをやらないといけなくなるかもしれないわけですけれども、そういった人生の痛みを避けたい、経験したくないと、そういうふうにね、逃げるような気持ちがあるから挑戦できないわけなんですね。でこういう場合どうしたらいいのかっていうと、まずは人生の痛みっていうのは全て筋肉痛と一緒だと知ることなんじゃないかなと思います。そう、人生の痛みっていうのは筋肉痛なんです。筋トレしたことがある方はイメージつくと思うんですけれども、人生の痛みを極力感じないように、挑戦しないようにするという選択は、筋肉痛にならないような生活をするということなんですね。これってトレーニング的にはサボっていることと同じじゃないですか。でこういう生活をしていても筋肉は一向につかないし、体型も変わらないと。これを人生に置き換えると、自分の在り方も現実も変わらないということになるんですね。あとですね、筋肉痛だと捉えると、人生の痛みをそんなにシリアスに大げさに捉えなくてよくなると言いますか、その挑戦して失敗したら立ち直れなくなるくらいズタボロになるみたいなね、そういうイメージ持っているから、チャレンジできない人が多いんだと思うんですけれども、実際にはチャレンジの結果、傷ついたりこう痛みをストレートに感じるごとに強くたくましくなるっていうのが僕たちの心ですので、人生の痛みをもっとね、軽く捉えるためにも筋肉痛という表現は気に入っています。ということで、ちょっと話長くなったんですけど、明日は必ず一つはあなたの人生の発展のために思い切った挑戦をしてみてください。ちょっとくらい筋肉痛になるくらいの方がいいかもしれません。はい、で明日の6月10日転写日一粒万倍日のダブル開運日にやるべきこと、2つ目ですけれども、過去の自分の言動を振り返って反省するということです。過去といってもここ数日とか数週間とか、長くても数ヶ月でいいんじゃないかなと思うんですが、自分を振り返ってみた時に自分という存在はどんな風に映るでしょうか。例えばちょっと視野が狭くなっていたかもしれないとか、感情的になることが多かったかもしれないとか、あと人の意見を素直に聞けなかったかもしれないとかね、自分だけが正しいと思い込んでいたかもしれない、他人が許せなかったとか、人に優しくできなかったとかね、いろいろいろんなね状況があると思うんですけれども、
まあ、そうですね、3つくらいは反省点を書き出していただきたいかなと思います。僕も最近振り返りをすることがあったんですけど、まあ、ここ最近謙虚じゃなかったなとか、あの人に素直に謝ってなかったなとかね、まあ、それなりに反省するべきことってあったんですよね。で、未来を想像するのも大切なんですけれども、直近の過去を振り返ってみて、反省するべきところは反省することで、これからより賢い選択がですね、まあ、できていくんですよね。まあ、なので振り返ってみて見えてきたことから、まあ、必要であれば直接謝ってみるとか、無理であれば心の中でね、謝ってみるとか反省してみるとか、もしくは明日転写日なんで、まあ、神社ですとか教会なんかに行ってこの神様の前で懺悔をしてみるとか、そういうのでもいいと思います。まあ、転写日は全ての罪を許す日ですから、まあ、前向きな反省も明日やってみてください。では最後、明日6月10日ピンポイントでやっておくべき3つ目の開運アクションですが、それは他人に宣言することです。要はですね、これ別に大勢の方の前でする必要は必ずしもないんですけれども、近しい友人とかご家族なんかに、あなたがこれから人生を良くするためにやる挑戦を宣言してください。例えば、私半年以内に3キロ痩せるわでもいいですし、去年の僕みたいに YouTube チャンネルの登録者様数をいつまでにどれくらいまで増やすみたいな、そんなんでもいいし、今日からタバコやめるわとかね、こんなんでもいいと思います。とにかく他人に言ってみるってことはすごく大切なんですよね。他人に言うと、もうやらざるを得ない状況に自分を追い込めるということもありますし、こういい意味で逃げは許されない環境を自分で作ることってすごく大切だと思うんですね。あとは夢や願いを周りに言っておいて、自分が本当はどうしたいのかを知っておいてもらうことで、その実現に必要な情報を運んできてくれる人が現れたりだとか、あなたの理想実現につながるチャンスの話を持ってきてくれる人が現れたりするんですよね。願望を宣言することに抵抗ある人中にはいると思うんですけれども、宣言しておいた方が他力で叶うチャンスも上がるんですよ。まあ、なのでそんなに深く考えずに宣言しておけばいいんじゃないかなと思っています。ということで、明日は人生の筋肉痛を感じるような挑戦をすること、あとは過去の自分を振り返って反省すること、そしてあなたの夢や願いを周りに宣言することです。ぜひできることからやってみてください。それでは今日最後ですね、スマホで見るだけなのになぜか開運してしまって引き寄せが加速する遠隔参拝動画のお知らせです。このチャンネルでは全国のパワースポットの参拝動画を開運日ごとに公開しています。明日は東京都目黒区の大円寺の動画を公開します。大円寺は厄除け、開運、出世、病気治癒、縁結び、そして心の悩みを解決してくれるということで知られています。目黒駅から徒歩3分くらいの駅近のパワースポットでして、雅叙園に行く途中にあるお寺ですので、近くに寄った際はぜひ足を運んでみてください。境内はそんなに広くないんですけれども、かなりパワーとしては強いものを体感できると思います。それでは明日のこのエネルギー動画も朝9時頃に YouTube ストーリーに公開しますので、スマホ版の YouTube アプリから僕のプロフィール写真をタップして遠隔参拝動画をお楽しみください。それでは今日の話は以上になります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。スピーチャーリッチ3輪がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。